対戦相手の方が見つかりました。お相手のパーティーが最近ボーマン見ないと思ってたけど、普通に、まあ、いるわな、ボーマンは。ヤラドンもいんな。ヤラドンナットボーマンだって見るとサンダー出したくなるけど、ウツロイドとボルトロスが気になるところですね。まあでも出してはいいと思うな。ラティも今回結構ありか。ラティオス出そう。ラティオスへサンダー、アシレーヌって、これいけるか。ウツロイドめっちゃきつい気がするんだけど、いやでもなんとかならなくもないよな。ラティが多分ウツロイドに勝てるから、まあ、型にもよるけどね、後出しから多分勝てるぐらいだと思うんで。でアシレーヌはメザフォローもあるし、ナットで蹴出されても対抗はできる。これ行くか。ではよろしゅう。でね、まあ、ボーマンダ初手に来た場合ですよ。その場合どうするか。最速マンダはいないとか言いつつも結構当たるからな。サンダーに今引くのがいいんだけど、 HD マンダとかするだけで OK。 これは予想通り、じゃあ予想通り。で誰に引いてくるかだけど、まあ、ナットレに引いてくる可能性が一番高いですよね。解雇ショックにしとくか。一応ね、メガネショックはムブリボルトが一発で落ちるぐらいのパワーが出ますね。ボルト D の方がちょっとだけ高いからな。スカーフボルトは逆にありがたい。 ラティバブ取られちゃうけど、サンダーが毒羽で勝てるから、これ逆にありがたい。あんまり悪だけに警戒する必要が、タイプ相性ご存知ない。これ流星群押すと思ったのか。多分そうだな。タスキ、いやもうタスキとか関係ないから、もう素早さで圧倒してる以上ね。ただこの動きをしてくるってことは、おそらくラストはボーマンだ。ナットレイはいない。ナットレイがいて後ろに引いているってことはありえないからな、流星群読みだとしても。まあ、多分これ流星群読みでしょうね。メガネ流星群受けて C 下がって、ちょいと D 高いから耐えるみたいな。耐えんのかな、メガネ流星2連打。まあ、わかんないけど。あ、ヤラドンなの。え、じゃあこれサンダーめっちゃ有利じゃん。トリックルームありえないよな、こいつ。え、マジか、相手。ラティオス舐めすぎだろ、いくらなんでも。全部のポケモンラティに負けるぞ、それ。いいのか、対戦相手のお兄さん。ラティオスが目に入らなかったのかな。メガヤドラン、誰もあれか、瞑想持ちの場合ちょっと嫌。まあ、サンダーが毒持ってるから、それだけで終わることはないけど、瞑想の持ちの可能性はあるか。ヘイビー、普通だな。数日は。じゃあムンフォで殴っていくか。はい、瞑想持ってるのかもしれないけどね、本当に。相手これもう無理じゃないか。相手これ結構無理だと思うな、もう。まあ、ボルト投げてきてもいいけど、もう僕シャドーボール連打してたら勝てるからな。引いてきた、はい。ボルチェンでも押すんですかね。まあ一応アシレーヌは残してもいいな。ヤドラン多分瞑想もなさそうな感じだし、まあでもいいか。ここも切っての方が早いな。目ざっぱだったらここで勝ちが決まるし、うん、対戦ありがとうございました。これ今読み合いにもなってないんだけどね。僕側はアシレーヌ切ればまあほぼ勝ちの状況だからな。シャドボがあるから、この SP シャドボで飛ぶかシャドボ連打すれば勝てるし、まあ、仮にラティが突破されてもサンダーが連続急所とかもらなかったら勝てるから、まあ、これは完全に選出勝ちですね。まあ、ラティをそう舐めると痛い目を見るといういい例。最近こういう感じの喋りをするとすげえ生きってるって言われてるから悲しくなっちゃうんだよな。生きってるわけじゃないですよ、僕はもともとこういう性格だから。対戦ありがとうございました。もともと性格が悪い。対戦相手の方が見つかりました。お相手のパーティーが、なんかこれ同じようなパーティーとこの間当たんなかったか。あのさ、俺が負けたやつ、テテフがなんか遅くてサンダーでボルチェンしてみたいなやつ。でもなんかロトムは入ってなかった気がするな。ヒートロトムはいなかった気がする。似た並びさやつが、このラビが流行ってるのかもしれないけど、アシレーヌから入ってサンダーに引くやつでやろう。アシレサンダーバシャーモとかでいいかな。はい、では対戦よろしくお願いします。さてさて、
この間負けたような気がするかな、このパーティーにテテフ。なんかさ、このテテフがさ、クソ硬かった気がするんだよ。でもあのテテフマスターボールだった覚えがあるんだよな、ね、いや編集してるからなんかそのちょっとだけは覚えてるんだけど、テテフがマスターボールだった気がする。だから違うかも、ロトもいなかった気がするしね。動画撮りすぎてさ、もうその辺のこのやつ覚えてらんないんだよな。結構タイヤリーリープとか DM とか来るんだけど、え誰みたいな感じになることがある。これちょっと申し訳ない話なんだけどね、サイコショックこれ痛えぞ多分、落ちるほどじゃないっしょ、うん、電力の Z 技メガネかな、さすがにパワーがある気がする。どうだろう、うちの足にちょっとだけ B 振ってるんだけど、あこれ耐久振ってるわ、この手で無振りは倒せるんだよ。だけどどうだ、助けではない、スカーフだったら多分振らないから耐久、バシャーも守らなくていいと思うんだよな。サイコショック持ちっていうのがちょっと気になるところだけど、こうバシャーも守らずに行こう。スカーフで耐久振りって多分あんまないと思うんだよな。いやでもなくはないか、誰々に受け出してみたいな。引いてきた、はい、カバか、うん、まあ、サンダーが技一発は耐えてくれるだろうからってところがありますね。であとここでカバーが押してくる技次第、ステロから入ってきたらもう膝2発で落としに行ってもいいかもしれない。ラスト次第なんだけど、こう簡単に交換したくないんだよね。ここ自信押してくるかっていうとちょっと怪しいっちゃ怪しいんだよ。うちのパーティーさ、浮いてるポケモン多いじゃん。いや地震よりかは一旦めっちゃ入る急所、膝で飛ばせますわこれ。来ました、神様ありがとう。僕の日頃の行い、まあ、いかに僕が毎日日頃頑張っているかっていうのをね、神様が見ていてくれたみたいだ。サンキューゴッド。このまんまこのカバルドン飛ばしてあなたに勝利をプレゼントします。いやー頑張ってよかった、毎日仕事頑張ってるし、猫の相手もついでにルージュの相手も頑張ってるし、まあ、これはご褒美ですよ。これが許されるっしょねえ、たまのポケモンバトルぐらいさ急所ぐらい引かせてくれよ、これは許されますわ。でハイジャンプキックでカバルドを吹っ飛ばして、テテフはまあもうどんな方であっても倒せる、うん、どんな方であってもだ。でラストがフェローチェだったらフレドラで勝ちと。あれもヘローチェの場合ちょっと怖いな。いや怖くないわ、怖くないけどさ、膝ゲリ当たる、ちょっとさこんだけ気散らかして外したらどうしよう。えおいゴッド、ふざけんなよマジで、落とせよ。え落ちないの、あの HP からカバルドンって。いやなんかこれランスだったと思うんだけど正直。でもさ耐えられたからな結果。やべえやべえよ、どうしよう、見捨てられたかも神様に。えこんなに頑張ってんのに毎日、え頑張りが足らないってことか。ちょっと待って、明日からもっと頑張るから頼む、勝たせて。前のテティフなんか遅かったし。は、え、ちょっといや待てよマジで、嘘そんなことある、何それ。しかも怠けんのかよここ、絶対怠けてこないと思った正直。っていうのも相手カバ殺してくれるとかありがたいから、ね、相手からしたら怠けるはしてこないと思ったんだけど、してきよったなこいつ。やべえよー、どうしよう、まあ、カバ多分だけどこっち殴れる技ないから、自信怠けるあくびステロだと思うんだよ多分、吹き飛ばしかステロだと思うから殴れる技はないと思うんだよ。怠けてくんのはまあいいけどな、最悪もう一回眠らせてから交換する気なのかもしれないけど、そりゃ最悪いいけどな。ドクドクでも怠けてくるんだったら本当はドクドク押さなきゃいけなかったんだよね。たださっきも言ったようにカバ切ってくるつもりだった場合ドクドクで死んじゃうからよくないんだよ。はい、
でここでもう一回アクビエーション。でもこれ結局さ起きるかどうかの勝負になるよね。ここ僕熱風押すんだけど、まあ、フェローチに、まあ、こっちがまずい、まあ、ギャラは分かんないけど、もうきついのがフェローチで超前とかだから、ここ熱風押すんだけどさ、テテフに引いてきた場合も倒せるし、まあ、倒すとあんま美味しくないのあるんだけどね。あ、テテフ引いてきたか。まあ、ただテテフに無防備な状態でいる方が危険なんで、まあ、って言ってもこれきついね。フェローチだったらもう最速攻撃もクソもないからな。ギャラが噛みすぎたらこと祈るしかないんだけど、正直フェローチっぽいな。でもなんか、あー終わったこれ同じ戦術で負けてないか。てかさ、バシャーモがあいつ急所引かなかったらさ、俺すぐ引いてたし、よく考えたらちゃんとサンダーに、そしたらバシャーモ生き残ってるわけじゃんね。だからさ、これはなんかもうある種の運負け的なあれじゃないの。だってね、急所引いてなかったら僕もっとちゃんとやってたかもしんないもん。バシャーモ一生つかないしと言えないわ。今までいろんなポケモン一生使わねえわって言ってきたけど、バシャーモは多分一生使い続けるから嘘つくことになるんで言えませんね。またフェローチに負けたし、対戦ありがとうございました。うわー、もうフェローチ一生使わねえ。